はい試験延期に伴う学習強化講座管理会計論の第4回目講義を始めていきたいと思います担当はレクセン任講師井上ですえー、本日もよろしくお願いしますはい、えー、今回の4回目に関しましては内部振替科学の設定に関して内容確認の方をしていこうかと思いますでは、まあ、この論点ね割りかしとその好き嫌いが分かれると言いますか まあ、初学者の方はですね割とつまずきやすいところなのかなと思いますので、まあ、ちょっと苦手とされている方はですね是非、まあ、この動画の方をご覧になっていただいてあの理解の方を深めていただければなというふうに思いますで、まあ、今回ねあのやっていくにあたって教材としましてはこのレックの上級講座のテキストですねこちらの方を使っていきたいなと思いますまあ お持ちの方はねあの、お手元にご用意いただきまして、まあ、ない方はねあの、いつも通り画面の方をご覧になってください。でまあ、内部振り替え科学ですね、まあ、事業部制、組織なんかを採用している場合については、内部振り替え科学を設定していく必要性があるわけですけれども、まあ、この内部振り替え科学を設定するっていうのは、どういう目的のもと行われるのかというところから、まず確認をしていきたいと思います。まあ、内部振り替え科学を設定する目的は2つですね。 1一つはまあ業績評価ですね、業績評価。まあ、各事業部の業績っていうのを適切に評価していく目的で内部振り替え価格を設定していくと、まあ、供給事業部と受け入れ事業部っていうふうに分けていただいて、まあ、供給事業部が作った中間製品を受け入れ事業部が追加の加工を施して外部に販売していくと、まあ、こういうね、一般的な事例を想定してください。でこの時ね、 内部振り替え価格学をどう設定するかどの水準に設定するかによって、まあ、各事業部の業績が変わってくる、まあ、業績っていうのは利益と読み替えてもらっていいかと思いますけれども、まあ、利益の大きさっていうのが変わってくるというところで、まあ、どういう水準に内部振り替え価格を設定するのか、まあ、それに関して議論が存在すると。でまた2つ目意思決定ないし目標整合性目的ということで、まあ、これはねちょっと分かりづらいかもしれませんけれども。 あの着目をしていいたただきののは受け入れ事業部の方ですね、まあ、簡単にこういう図をイメージしていただくといいかと思うんですけれどもこの供給事業部と受け入れ事業部が存在していてこの今見ている、ね、意思決定というのはこの受け入れ事業部の意思決定だと考えてください。 受け入れ事業部の意思決定供給事業部から中間製品が支給されて受け入れ事業部で追加加工を施して、まあ、外部の顧客に販売をしていくとで受け入れ事業部に対して今ねお客さんから注文が入りましたよと、まあ、適当に値段設定しましょうか。まあ、例えば 受入れ事業部が販売している製品を1個90円で売ってくださいっていとう風に注文が入りましたとでこの注文を受け入れ事業部が引き受けるか否かそのジャッジを行っていく際に内部振り替え価格の大きさが関係してくるという話なんですね。 どういうふうに内部振り替え格を設定すれば受け入れ事業部が引き受けるあるいは引き受けないっていう判断していくわけですけどその判断が全社的な判断と一致することができるかどうかどういうふうに内部振り替え格を設定すれば一致させることができるのかっていうのを検討していくんですでもう少し数字を付け足していきたいと思いますけど供給事業部、まあ、変動費 VC バリアブルコストですね変動費が 1> 1個あたり40円で固定費も存在し1個当たりに換算した金額が40円だとしましょう。だからまあ全部原価80円ですね1個あたりは。で同様に受け入れ事業部におきましても変動費が追加で20円かかりますと。で固定費についても追加で20円かかりますっていうこういう状況を想定しましょうかね。 でこの状況において供給事業部から受け入れ事業部に内部振り替えをする時に例えばねこの全部原価80円を持って内部振り替えをしていれば受け入れ事業部っていうのはこのお客さんからの注文を受けるか受けないかちょっと考えていただければですね80円で振り替えてきたものに追加の加工費20円かけて、まあ、差額原価100円になるわけですよ受け入れ事業部では。 で、差額のの収益っってていうのが90円ってことになりますんでこの1個90円の注文っていうのを引き受ければ受け入れ事業部っていうのはむしろ損を被ることになりますから、まあ、利益が減少することになりますんでこの注文を引き受けないという判断を行っていくんですね。でもこの判断っていうのが果たして全社的に見て正しい判断なのか否かっていうのを考えてもらった時に全社的には。 ここの固定費っていうのは別にお客さんからの注文を受けようが受けまいが金額自体変わらないわけですよこれは1個あたりに換算した金額っていうだけなんで総額は変わらないわけですよね固定費っていうのは単に一定期間で発生する固定費を一定期間の生産量で割り算して1個あたりに換算しているだけなんで固定費の発生総額そのものは注文の引き受け加費に関わらず一定ということになりますから固定費っていうのは まあ意思決定の観点から見たときに埋没減価なんですよねあくまでも変動費部分っていうのがこの注文を受けることによって追加的にかかるコストと考えることができますんで全社的にはこの40円と20円の合計60円っていうのがこのお客さんからの注文を裁くのにかかる追加的なコストってことになりますだから全社的に見ればね差額の収益が90円差額の減価が60円 差を取ってあげれば30円の儲けを獲得することができるわけですから、この注文は引き受けるべきであると、まあ、そう判断するんですね。だからここの内部振替価格を全部減価を持ってね設定していると、受け入れ事業部の間違った意思決定っていうのを誘導してしまう恐れがあると。だからまあ全部減価基準っていうのは、まあ、一般的に。 まあこの意思決定の観点から見て内部振替科学の設定基準としてはよろしくないという話なんですねこの変動費だけをピックアップした差額減価基準の方がですね意思決定の観点から見たときに望ましいんだとまあちょっと踏み込んだ話までやりましたけれどもまあとりあえず分かっていただきたいこととしては内部振替科学の大きさ以下によってですね受け入れ事業部のジャッジが変わってしまうそういう恐れがあると だからどういうふうに内部振り替え価格を設定するのかっていうのを意思決定の観点から検討していく必要性があるんだと。そのことをね、ご理解いただければ OK です。ここまでよろしいですかね。で、難しいのは、この表だと思うんですね。まあ、ここまで突っ込んでね、本試験で問われることはかなりあの可能性としては低いんでね。 あのランク的にはあの b マイナスぐらいのね論点なのかなというふうには思うんですけれども、まあ、できればねあの抑えられる方はね抑えてしまった方がいいのかなとは思いますので、まあ、この表の、ね、中身を説明できるようにするっていうところを一つの目標に考えてこの論点の復習を取り組んでいただければなというふうには思います。でこの表の中身がとにかくよくわからないというねそういったご質問とかもよく受けますので、まあ、今からねこの表について解説をしていきたいと思います。 で、まあ、見ていきたいと思いますが、まあ、これは業績評価意思決定2つの観点から見たときに内部振り替価格学望ましい設定基準っていうのは、まあ、どういうふうにやっていけばいいのかと望ましい設定基準をまとめたものになりますまずねこの内部振り替される製品について外部市場がない場合このケースを見ていきたいと思いますこっちがわかりやすいですから まあ試験でも基本的にね問われる可能性があるのはこっちの話になるのかなと思いますけれどもまず業績評価の観点から見たときに原価加算基準が望ましいとまあ原価基準ではなくて原価加算基準っていうのが望ましいですよとまあこれはなぜかと言いますとまあ原価で内部振り替えっていうのを行ってしまうと供給事業部では全く利益が出ないということになりますから 供給事業部に対しても利益責任が一般的に課せられているわけですから、供給事業部内部振替を行ったのに利益がね全く出ないということになると、業績評価を公平に行うことができないということになります。業績評価っていう観点から、どういうね内部振替価格の設定基準が望ましいのかを検討するときには、基本的には供給事業部の観点から見てあげれば、内容的にはつかみやすいことが多いのかなと思います。 原価加算基準で設定してあげれば、まあ、供給事業部においてもしっかりと利益を認識することができますので業績評価の点で望ましいだろうという話なんです、まあ外部市場がない場合はね歯価基準っていうのを採用しようがありませんので、まあ、この原価をベースに設定するしかないわけですけど原価基準ではなくて原価に一定の利益っていうのを載せた原価加算基準っていうのが望ましいんだと。 で一方意思決定目的から見ていくならば差額減価基準これはさっき見た通りですねこの供給事業部で発生する差額減価すなわちまあ変動費とここでは読み替えてもらうと結構ですけど変動費で内部振り替え価格を設定していけば受け入れ事業部で計算される差額の利益このお客さんからの注文によって獲得できる差額の利益は90円から60円を差っ引いた30円ですよね。 これは全社の差額利益と受け入れ事業部の差額利益が絶対に一致するならば受け入れ事業部の意思決定と全社の意思決定っていうのはその内容が必ず一致することになりますんで差額の利益を一致させることによって意思決定の内容も揃えるることとができるとだから差額原価基準で内部振り替え格設定してあげるのが望ましいだろうというのがここの内容なんですね。はい でまあ見てもらったらね分かる通り業績評価の観点から見た時に望ましい設定の方法と意思決定の観点から見た時に望ましい設定の方法っていうのが違っているので、まあ、どっちをねじゃあ採用すればいいのかっていう問題が出てくるわけですけども、まあ、この一つの解決策としまして二重価格基準っていうのがありますよと。二重価格基準。まあ、業績評価の観点からは減価加算基準。 目標整合性意思決定の場面では差額原価基準を採用していくっていう風に2つの内部振替科学っていうのを設定しておいて場面場面に応じて使い分けを行っていきましょうっていうのが二重科学基準ですまあ採用している会社は基本的にないと思いますけれども理論的には二重科学基準っていうのを採用すれば、まあ、このね2つの目的に合わせて内部振替科学を適切に設定することができると、まあ、そう考えられます。はい まあここは別におまけなんでねあまり触れる必要性はないんですけれどもとりあえずこの中間製品について外部市場がないようなケースここは確実に押さえておく必要性がありますここはもう A ランク論点ですねで問題はこっちなんですよこっちこの供給事業部が完全創業の場合ですねこの場合歯科基準が業績評価の観点から望ましく 意思決定の観点からは、差額原価基準イコール歯科基準って書いてますけど、まあ、この完全操業の場面においては、差額原価と歯科がイコールになるんで、まあ、こういう書き方になっているんですけれども、ちょっとその点について見ていきたいと思います。完全操業、まあ、一般的にフル操業と呼ばれるものになりますけど、まあ、供給事業部がフル操業の場合っていうのを想定してください。もう余剰の生産能力っていうのが一切ないと。 もともとね、供給事業部っていうのは外部の市場にも、この中間製品っていうのを販売していると。外部市場にも販売していますと。で、いくらで販売をしているかっていうと、まあ、1個当たり100円で販売をしていると。 まあこう考えてくださいちょっとまあ極端な数字設定にしているんですけども話を分かりやすくするためにで今ね供給事業部はこの外部市場にまあ販売をしていて現状フル操業なんだともう作った分だけ全部売れますよっていうそういう状況なんですねでこの状況下においてお客さんからですね受け入れ事業部に対して 1>, 1個あたり90円でこの追加加工をしたものを売ってくれないかっていう注文が入った時にまあこれちょっと極端な数字設定なんでねここの100円の方がこっちの90円よりも高いわけですから、まあ、圧倒的にこっちで販売した方が得なのっていうのは一目瞭然ではあるんですけれどもこの1個あたり90円で。 販売してくれって受け入れ事業部に注文が入ったときに、受け入れ事業部はこの注文を。ま突っぱねるべきなんですよね。でもその引き受けないっていう選択をできるかどうかっていうのは、さっきも確認した通り。まあ内部振替価格の設定方法によって変わってくるという話なんですよね。で、まあ、とりあえず、そうですね、業績評価から見ていきましょうか、こっちの方がわかりやすいんでね。まあ、業績評価の観点からは。 基準が望ましいっていうのが先ほどのこの表ではね書かれていましたけどもまあこれはそんなに大した理屈はないんですが要はこの外部市場で単価100円で販売して今現在フル装備を作った分だけ売れる状況なわけですからもう中に振り返る時にもこの単価100円で振り返る分には供給事業部としては何も不満がないんですよ。 この業績評価の観点からどういう設定が望ましいのかっていうのは供給事業部が納得できるかどうかっていう観点から考えてあげればいいんですよ。供給事業部がその内部振替価格の設定について納得をできるかどうかですね。外部に単価100円で売っていてい 内部振り替え価格も単価100円だったら別に供給事業部としては外部に販売しようが中で振り替えようがどっちでも1個あたり販売することによる利益は変わりませんからねだからまあ業績評価の観点から見て別に歯科基準っていうのは何も問題がないわけですよむしろそれが望ましいわけですよね。 供給事業部からしてみたら歯科で振り返することができるんだったら別に外部販売だろうと内部振り返りだろうと全く同じ取引っていうふうに考えることができますんで歯科基準が望ましいという話なんですで一方今度意思決定の観点から見たとき差額減価がイコール歯科になりますっていう話をしましたけれどもこれね考えてあげるとこの 単価100円で内部振替を行うとでここに追加の加工費20円っていうのを載せて120円が受け入れ事業部の差額原価になりますから、まあ、この注文っていうのは当然断るべきであると、まあ、そう判断することになるんですけど、まあ、これの判断は全社的にも正しいわけですよ。前社的に見てもこの差額の収益90円と差額の原価としては変動費が40円と20円の合計60円でさらに 差額のの価ってていうのはこれ覚えてますかね業務的意思決定でやってるかと思いますけれども差額原価っていうのはこういった現金支出原価だけではなくて機械原価っていうのも含まれるわけですよね。供給事業部がフル操業であればこの外部販売の一部を諦めて内部振り替えをしないとこのお客さんからの注文に対応することができないので。 外部販売を通常通り行った時に獲得できたであろう利益を逃すことになるわけです。ここででねねフル創業云々ってていう話があの特に、ね、関係してくるんですよもちろんさっきの業績評価の場面でも関係はするんですけども特にこの意思決定の場面において「フル創業か否か」っていう話が重要なテーマになってくるわけです。 供給事業部がフル操業ということは中に内部振り替しようと思ったら外部販売を諦めて中に振り返っていかなければいけないので外部に販売した時にいくらの利益を逃すのかっていうと100円から40円を差っ引いた60円が機械原価として発生するんですね。60円の一室利益が生じると。 供給事業部がフル操業の状態であれば、機械減価ですね。これが生じると。まあ、供給事業部がフル操業じゃなければね、機械減価は生じないんですよ。 フル創業だからこそ機械減価っていうのが発生するんですね。だから前者的に見た時の差額減価っていうのは、この40円と20円と60円の合計の120円っていうのが、お客さんからの注文を受けた時の差額減価なんですね。差額の収益が90円ですから、マイナス30円っていうところが差額の利益ってことになります。 だから注文はは受けるべきではない。これが前者的な判断。で今の前者的な判断と受け入れ事業部の判断を一致させようと思えば前者の差額利益と受け入れ事業部の差額利益が一致すれば絶対受け入れ事業部は同じ思決定を行ってくれますよね。じゃあどうすればいいかっていうとこの「歯科」で内部振り返してあげればいいと。 この100円で内部振り替えをしてあげればこの100円プラス20円の合計120円が受け入れ事業部の差額限界になりますんで受け入れ事業部この注文を受ければ差額の利益マイナス30円っていうふうにさっき計算した全社の差額利益と一致することになりますんで全社の判断と受け入れ事業部の判断っていうのが一致すると。 で、この歯科基準で内部振替価格設定すれば、それが差額減価になっているわけですよ。この百円っていう歯科は変動費の四十円と。差が、えー、この機械減価の六十円の合計百円ですよね。歯科っていうのが差額減価と一致していると。変動費の四十円と機械減価の六十円の合計百円。これは歯科と一致していると。だから、まあ、こういったね。 表の表示になっていたと差額減価基準というのは歯科基準と一致していると差額減価と歯科は100%一致するとだからこの完全創業状態においては業績評価の観点から見ても意思決定の観点から見ても歯科基準で内部振替価格を設定してあげるのが理論上望ましいんだというこの結論になります、はい、よろしいでしょうか ちょっとね意思決定の知識、まあ、業務的意思決定の知識っていうところを、まあ、持ってないとねなかなか対応が難しい論点だと思うんですけれども、まあ、ここまでね内容的な理解ができればですね、まあ、この論点はもう完璧だと言ってもね過言ではないかと思いますのでちょっっとと頑張って抑えてええもらえればと思うんですねでちなみにここはあんまり気にする必要性ないんですけども、まあ、不完全操業の場合、まあ、外部市場はあるんだけれども供給事業部は不完全操業ですよと。 まあこの場合において歯科基準はダメなのかっていうと、まあ、別に歯科基準でもいいんですよ。別に歯科基準でも構わないんですけれども、まあ、少なくともね外部に100円で販売した時にフル操業にはならない状態ですから、まあ、この内部振り返えする時にこの100円で振り返るのはちょっとまあ厚かましいよねと、まあ、そういうふうに考えてもらうといいかと思います。 100円でフル創業にならないわけですからね中に売るときも外と同じように100円で設定するのはちょっと厚かましいじゃないですかだからまあ資格基準っていうのは少しおかしいんじゃないのっていうことでまあ、こういった原価加算基準とか差額原価基準ですねまあ、原価をベースにした設定基準っていうところが望ましいという話になってくるんです まあ少なくとも不完全操業の時にねあの理論的にどういう、ね、設定方法が望ましいのかっていうそういった理論問題とかが出てくることはないと思いますので、まあ、基本はこの完全操業状態の時と、まあ、この中間製品の外部市場がない場合ですね、まあ、この2つに分けて望ましい設定基準っていうところを整理していただくと、まあ、よろしいのかなというふうには思います。はい、以上がね 内部振り替え科学の設定に関するお話ということでここはまあ結構応用的な論点って考えることができますのであの本当に初学者の方はねどうしても苦手意識を持ってしまうところかなというふうには思いますけれども是非、まあ、あね今の話を参考にしてですねあのこれ前のねあの理解をちょっと深めていただければなというふうには思います。はい 以上が今回の話ということになりますので、ま是、あ、非ね。内部振替価格の設定得意だと言えるようになるまで復習の方を進めてみてください。はいまあ、それではですね。これで第4回目の学習え学習強化講座は以上となりますので、皆さん本日もお疲れ様でした。